皆さんこんにちは。 ACDC 殺しの報酬。ACDC のニューアルバム、パワーアップ。2020年の11月リリースが決まりましたんで、このフリック・オブ・ザ・スイッチはプロデュースがですね、ロバート・ジョン・ランチから自分たちでやることになったんでしょう。それはそれで素晴らしいことなんですけれども、私にとっては、録音エンジニア変えた方がいいんじゃないかっていうぐらいことがちょっとささくれてましたね。耳障りな印象がちょっとありました。曲自体はすごく良かったんで、残念ですよね。ドラマーも変わっちゃうし、曲が良かっただけに残念です。私としては、80年代中期からの低迷の始まりを告げるようなアルバムだったと思います。実際に今ライブをやったとすれば、このアルバム、次のアルバム、その次のアルバム、だからフリック・オブ・ザ・スイッチ、フライオンザボール、フーメイドフー、ブローアップヨアビデオ、まあフーメイドフーは編集アルバムですけれども、オリジナルアルバム3枚、フリックオブザスイッチ、フライオンザボール、ブローアップヨアビデオからはピックアップされないですからね。今はとにかく11月にリリースされるパワーアップがすごく楽しみです。いいですね、この放題。